トルコ東部地震は2011年10月23日13時40分頃トルコ東部のイラン国境に近い番県のケントバン近郊で発生したマグニチュード7.1とされる地震である。発生当初トルコのカンディルリ天問題地震観測所は500人から1000人の死者が出る可能性があるとの見解を発表した。アナトリアプレート内の地震ではなく 東側のユーラシアプレートとアラビアプレートとの衝突帯域で発生した地震。1976年には近隣で M7.3 の地震も発生している。トルコのベシル・アタライ副首相によれば建物約45棟が倒壊した。湾近郊のエルジュでは学生寮を含む約30棟が崩れ落ち、近隣住民が手作業で瓦礫を除く作業をしている。エルドアン首相は 同日予定を変更して被災地に向かうことを決め、軍を動員して救援活動を指示した。また、湾空港が大きな被害を受けた。被災地域における通信状態は悪化し、停電も発生している。アク捜索救出協会による救出活動。愛人道救助基金が生存者がいないかが歴を撤去して構造物を捜索10月23日から トルコ政府は災害対応のため、スタッフ1275人、車両174台、医療スタッフ290人、救急車43台、航空機、地元民は救出活動に加わり、すでで参加する者もいた。生存者や野党の政治家たちは政府の危機管理を批判した。10月27日、トルコ災害緊急事態管理局の 災害緊急事態理事会は1300万トルコリラが緊急救助活動のために送られたと発表した。また、860万トルコリラが事前団体を経由して寄付された。10月27日時点で3826人の捜索要員、医療スタッフ904人、捜索権18等、建設機材、機械651台が送られた。トルコ赤新月社が テント25,185針を送り分配された。集合シェルターテント10針、プレハブ住宅60件、メブラーナ仮設住宅90件も組み立てられた。ブランケット109,986枚、上掛け1,150枚、寝袋5,109缶また1日3度温かい食事が提供された。また、30のフィールドテントが張られ。 公共サービスや心理的なトラウマ対策支援が行われた。EU となどは哀悼の意を述べ、トルコへの支援を申し出た。北、キプロストルコ共和国も、弔辞を送った。アルメニア大統領、セルジサルキシャンは、ギュル大統領に弔辞を送り即時支援を申し出た。アルメニア、アゼルバイジャン、ブルガリア、中国、デンマーク、グルジア、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー。 イラン、アイルランド、イスラエル、日本、コソボ、ニュージーランド、パキスタン、ポーランド、大韓民国、スウェーデン、スイス、台湾、ウクライナ、イギリス、アメリカも地震アットトルコ支援を申し出た。アメリカのバラク・オバマ大統領は声明の中で、私たちは難しい時を迎えた、名誉トルコと共にいて、トルコ当局を支援すると述べた。 最初の救援がアゼルバイジャンから届いたが、10月23日、トルコは、隣国のアゼルバイジャンを除くすべての国の援助を辞退したと発表した。ギュル大統領は、トルコの救援チームだけでこの災害に対処できると、述べた。地元選出の国会議員でもある、クルド系野党、平和民主党の副代表ナズミ・ギュルは、クルド人の多く住む、この地域の救助活動が、 政府の差別的対応により遅れたと主張している。2011年11月9日、同じく安件で地震が起き、複数の人的被害が発生した。ありがとうございます。